春日市立東部中学校は、愛知県春日市、篠木町6丁目にある公立中学校。篠木小学校、篠原小学校、八幡小学校の児童が入学している。昭和23年の開校当時に制定されたもので、ある。当時の教官であった伊藤大地先生の作品である。ペンは、よく学ぶ生徒を目指し、篠木の丘に生えている篠笹のごとく。 生き抜く生徒を目指して取り入れた図案である。また、順情潔白を表すために、東中を白抜きで書いてある。白線を男子の帽子、女子のスカートに取り入れたのは昭和26年度からのことである。校舎は4棟ある。4棟とも3階建てである。南から順に1、2、3、4号棟と呼ばれている。校舎で学年が分かれており、 年度ごとに入れ替わることは基本的にない。1年生が2号胸2.3回と4号棟1回、2年生が4号胸2.3回、3年生が3号胸2.3回を使用している。1号棟は主に校長室、職員室、会議室があり、他にコンピュータ室や木工室、金工室などの副教科の教室がある。本校3号棟が カスガイ市内で最も古い鉄筋校舎である。ちなみに3号棟の3階の廊下の天井には穴が開いている。前に見に行ったが穴はなくなっていた。2017年度現在は3号棟のみ正方形タイルではなく床が細長い木が組み合わさってできている。役員は会長1名、副会長2名、初期2名、会計1名となっている。 それぞれ全生徒の無記名投票によって選出され、任期は6ヶ月となっている。文化部運動部近藤十一作詞、田村則和作曲、上岡洋一編曲。この効果は昭和26年10月22日開校4年目に制作された。集会では基本的に1番と3番を歌っている。ありがとうございます。